ポルシェ75周年記念のプレゼントポルシェは1948年にデビューした356へのオマージュとしてコンセプトモデルビジョン357を公開した誕生から75周年を記念して制作されたデザインスタディであるビジョン357は可憐な356のデザインを想起させるとともに 現代的なフロントエンド、丸みを帯びたリア、OC フレアホイールアーチを特徴としている、75周年記念ロゴをドアとボンネットにあしらった特別なカラーリングで、レーシングカーのような風格を漂わせる。このコンセプトモデルを、生み出したスタイルポルシェのマイケル・マウアー副社長は、過去、現在、 未来を守備一貫して結合する試みであり、未来への展望を視覚化するディテールを披露するものであると述べている。ただし、ビジョン357が今後のポルシェのスタイリングを示すものかどうかは明言されず、次世代911を予告するものでもないという。マウアー氏は、 いつか市販車に採用されるかもしれない要素もあるとし、昆虫のようなヘッドライトやボディ一体型の、テールライトが将来的に導入される可能性を示唆した。これは一つの可能性であり、ビジョンであり、あるいは夢と言ってもいいでしょう。また、バーチャルエクステリアミラー、デジタルサイドミラーも、 ポルシェに搭載される可能性が高いという最高出力 500PS 市販化の可能性もパワートレインは最高出力 500PS を発揮する 718KMAN GT4RS の4.0ベル6気筒をミドシップに搭載しているが合成燃料で走るための改良が加えられている オリジナルの356に搭載されるフォルクスワーゲンビートル由来の 1.0L4 機筒は最高出力 35PS であるトランスミッションも7 1 8 k マン g t 4 r s と同様7速 DCT を採用後輪駆動方式とされた駆動系の他にもキャビンのすぐ後ろにサイドマウントされたエアインテークなど 718ベースのデザインが確認できる。インテリアはまだ制作されていないとのことだが、仮に市販化されるとしたら、718系マンに似たようなレイアウトになるだろうと想像される。市販化の可能性を問われたマウアー氏は、あり得るでしょう、と答え、次のように続けた。私たちはいつも、 単なるコンセプトにとどまらないものを作ろうと心がけています。しかし、今回のビジョン357は誕生日プレゼントとして生まれました。私もぜひ欲しいですね。現在に続くポルシェの原点となった初代356の誕生75周年記念として、ビジョン357は数あるプレゼントのうちの一つとされている。 他に何を用意するのかについて問われたマウアー氏は、記者団に待っててくださいね、と答えた。